どうでしょう。やっぱ剥がすか。フィルム剥がそう。やっぱりよいしょ。水曜どうでしょう。おはようございます。出発。あー、いいな。内側に貼るってなかなかないアイディアですね。そんなこんなでおはようございます。3月31日水曜日の朝でございます。水曜どうでしょう。皆さん出勤でございます。現在時刻は6時30分ぐらい。よし、いや、いいな、いいな。今日も張り切っていきましょう。喉が痛いな。でも大丈夫、なんとかなる。3月が終わります。3月最後の日、楽しんでいきましょう。大丈夫ですよ、大丈夫、大丈夫。もう一日頑張ります。皆さんも頑張りましょう。まぶしい。朝からお父さんとサッカーの練習ですね。素晴らしい、こんな時間からね。よし、こんにちは。いや、今日も一日お疲れ様でした。皆さん、現在時刻はもう5時30分を回りました。水曜日もう終わりですよ。ちょっと仕事で疲れてね、なんかモヤモヤしてるとかね、そんな時にはぜひ水曜どうでしょう見てください。もう何でもいいです。もういち、おすすめはやっぱりもう古いやつですね。もうとにかく古いやつが好きですね、僕は。第1回とか、本当大泉さんが学生なんですけど、第1回の水曜どうでしょうを見て、あ、僕でももしかしたら YouTube でうまくいくかもしれないって、ちょっと自信を持てました。という意味で僕は大好きなんですけども、皆さんもね、多分好きなシリーズとかいろいろあると思うんですけれども、ぜひね、ちょっと疲れたよとか、ちょっとストレス溜まってきたよとかね、モヤモヤの方、ぜひ、はい、ぜひ水曜どうでしょう見てください。もう残りはね、木金あとちょっとでございます。明日も頑張っていきましょう。もう虫がいるぞ、車の中に。虫がいるじゃないか、車の中に。ちょっと困るな、君。おい。おい。おい。さあ、それではまた明日お会いしましょう。本日もご視聴ありがとうございました。平山茂でした。おやすみなさい。